どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は久々にアナンドひでまろとしてちょっとやってみたいなと思っております。最近やってないじゃないかってね、思ってる方とかもね、いらっしゃるとは思うので、久々にやりましょう。ということで、なんで最近全然あれからやってなかったかって言いますと、アナンドくんの YouTube チャンネル見てもらうとわかるんですけれども、2ヶ月前から全くもう更新されてないんですよね。っていうか、世界にとんでもないことが起こりますみたいな YouTube 動画を上げてたわけじゃないですか。途中からなんでか友達の女の子なのか、はたまた妹なのか、お姉ちゃんなのかわかんないんですけど、綺麗なね、可愛い女の子と歌を歌ったりしてるんですよね。女の子が歌歌ってアナンドくんが演奏するみたいな感じの動画がね、まあまあありまして、え？どうしたアナンドくんみたいな感じで、今度違うの上がってるなって思ったら、インドの生活みたいな風景の動画を上げたり、ヤギと戯れたりとか、あれっていう感じで、それから全くないんですよ。でもですね、僕がまあまあ気になってるのが、アナンドくんが言ってた2020年11月の20日から今年ですよね。それから戦争、疫病、伝染病といったものがまた出始めてくるサインが天体に出てると言ってるんですね。で、もっと言うと今年の年末にかけて世界中で大小様々ですが経済崩壊だとか、また新しい病気の発症が起きるって言ってるんですよね。それっていうのは、まあ僕たちの住む日本にも起きるのか、まあ起きない方がね、一番いいんですけど、不安じゃないですか。ということで、ちょっとそれについて僕のタロットにはなるんですけど、調べてみたいなと。疫病が発生するのか、戦争あるのか、伝染病はあるのか、日本でね、プラス経済崩壊起きるかどうかっていうのを調べていきたいなと思っております。では今年11月20日から世界規模でいろんなところで戦争、疫病、伝染病といったものは起きるのでしょうか。このカードで教えてください。では戦争、疫病、伝染病といった並びで出してみようかなと思います。まず戦争、出ました。ソードの10の逆位置です。このキーワードがですね、死にそうだと大騒ぎをするとか、外側が変わっても気持ちがそのまんまとか、あとは小さなことを大げさに捉えているとか、あと古い環境にしがみ続けるとかね。っていうことがですよ。以前僕の動画で出した二極化っていうのを、起きますよと、もう起こり始めましたよみたいな動画を出したんですけれども、この戦争についてそのことが出てんのかなって思うんですね。っていうのが、先生術の世界で考えるとですね、今の時代ってヤギ座なわけですよ。ヤギ座、今年2020年の12月22からグレートコンジャンクションっていうのが起きるんですね。それは何っていうと、その時にヤギ座から水亀座の時代に移行するんですよ、天体が。そうなると、まあ今だんだん水亀座の時代に切り替わってきてるので、ヤギ座の時代にどっぷり生きてた人っていうのが次の環境に行くことによって、やっぱり価値観だとか環境とかが変わってくるので、ヤギ座の感覚の人と次の
時代を生きる感覚の人との二極化っていうわけなんですよ。そこら辺の価値観のぶつかり合いで戦争というか、そういう混乱が起きるっていう暗示なのかなってちょっと思いましたね。では次、疫病発生するかどうなのかですね。どうですか、疫病。ページの騒動っていうのがですね、試練の訪れとか危険を察知するとか、緊張感のあるムード、過敏に反応するとかね、疫病については敏感になってくるのかなと思いますね。っていうのも、今簡単に世界のね、情勢だとか情報とか、そのツイッターでも、まあ、YouTube でも簡単に耳に届く時代になったじゃないですか。なのでまず、どこの国から発症したとしても、前回中国で起きたように、いろいろ様々なものが発症してくるのかな。なんかそういう情報にこう惑わされたり、日本もね、そういうことに関して敏感になってくるんではないかと思いますね。だから疫病が発生する試練ですよっていう意味なので、ちょっとそういうことに警戒していくんではないのかっていう気がしますね。発症はどこかではするんでしょうけどね、でもちょっと敏感になってきそうだなっていう、これからですよっていう意味でもあるので、騒動って意味が試練とか表すんで、ちょっと嫌ですね。次見てみましょう。では伝染病について、教えてください。クイーンのワンド、このカードっていう意味が、母性とか家庭を守る強さとか母親とか、そういうキーワードが入ってるんですけど、日本ではなんか大丈夫かなって、そういうそこまでのパンデミックはないんじゃないかなっていう、他の国から見るとですね。まあ本当はね、ないのが一番いいんですけど、でも日本はまあ大丈夫なんじゃないかな。今でもね、やっぱりこういう時期だからこそ警戒心を持ってる方も、まあ、多いと思うので、伝染病に関してはそこまで被害が大きいということではなさそうですね。ひとまずまあ良かったなっていう感じです。では次、今年の年末にかけて経済崩壊、新しい病気が出てくるのでしょうか、教えてください。平和が一番いいんですけどね。では経済崩壊ですね、新しい病気が出始めるの並びでいきましょう。カード、ソードの銃また出ましたね。すごいな。このカードっていうのは、まあさっきも言ったんですけど、他の意味では始まりのための終わりっていうキーワードも入ってるんですよね。どうなるんだろう、世の中の人たちっていうのが、なんか興奮状態で間違った受け止め方をしているとか、かわいそうな自分に酔うとか、まあキーワードも入ってるんですけど、さっきも言った二極化っていうのが現れてるのかな。だから経済崩壊っていうところは、するところはするだろうし、しないところは大丈夫っていうね、そういうのはちょっとずつ始まりますよみたいなような感じにも聞こえますね。だから我に返ってないとかね、我に返って考える人がそんなに現実の世界でちゃんと見れない
方が増えるんじゃないかなっていうような気がします。では新しい駅名出てくるかどうか来ましょう。はい、ワンドのキング、キングのワンド、キーワード的に周囲を圧倒するカリスマとか、今取り組んでること自体に問題があるとかね、そういうようなカードなんですけど、今もう着々と新しい疫病とか始まってるんではないかっても考えようによっちゃ思えるんですけど、これはね、なんだろうな、新しいことに挑戦するとかそういうような意味もあるんですね。なので疫病か、新しい病気来るのかな、ちゃんと自分たちで免疫力をつけたりだとか、手洗いうがい、もちろんのこと、そういうのをやってれば大丈夫なような気はしますけどね。ちゃんとソーシャルディスタンスを取りながらやっていけば日本はね大丈夫だと思う。他の国はやっぱり衛生面とかまだまだっていうような国が多いと思うので、大丈夫なんじゃないのっていう気はしますね。ただちょっと経済崩壊とかそういう面はちょっと心配かなっていう気がしますね。ということで見ていただきました、今年の11月20日から戦争、疫病、伝染病が起きるかどうか、それと年末にかけて世界でその経済崩壊とか大小さまざまな疫病、新しいその病気について、まあ、発症するかどうかっていうね感じで、見させていただきました。今誰でも簡単にインターネットでつながる時代になってるので、そういう困惑とかね、ちゃんとした情報だとか何が正しくて何が嘘でとか見極めていかなきゃいけないのかなとも思いましたね。確実に起きますっていうわけではないのかな、その情報に振り回されて、そういうまあ戦争というか争い事だとか経済崩壊につながっていくのではないのかなと思いますね。ちょっと難しいなって思うんですけれども、ちょっと皆さんの見解も、まあ、コメント欄とかね書いていただいて、で僕もねこう本当に皆さんのコメントで、あ、なるほどなって思うことがもう結構ありますので、こういう考え方もできるなとかね、なので教えていただければなと思っております。僕の考えはまあこういう風に考えましたっていう感じなので、難しいですよね、世界情勢とかね、アナル君が言ってるようなことっていうのはね、歌っちゃってるし、ヤクと遊んでるし、まあいいんですけど、もうちょっと情報くれって思いますけどね。ということでこんな感じですね。あと僕サブチャンネル秀丸のもう一つっていうのをやっております。そちらもねぜひ見ていただければ嬉しいなと思ってます。ということでまた見てください。ありがとうございます。